どうみんな、知る羽に臆せず白 T 着てる。はいどうも、トミーでーす。さあということで、まあ、僕はね、しっかり黒 T で今日着てますけども、まあ、この間ね、いとことね、辛めスープがびっちり赤いようなねラーメン一緒に食べに行ったんですけど、その時いとこは臆せず白 T を着て思いっきり跳ねさせてたんで、潔しと思いつつ僕は絶対やめようって思いました。さあ本日はですね、私松戸市役所の前にやってきております。というのもですね、8月28日に諭吉そばというお店がリニューアルオープンするということで、8月26、27で限定の試食会を行いますということで、まあ、アフタースクールさんぜひお越しくださいというですねご連絡をいただきまして、たまたま今日8月21日が行けるぞということだったのでやってまいりました。諭吉そばの試食会に参加しよう。松戸市でもう10年以上続いているもう人気のそば屋さんということなんですが、今回ですね、まあ、こう新たなメニューを加えてリニューアルオープンするということになったそうです。まあ、今回ですね限定の、試食会企画ということなので、お言葉に甘えて堪能させていただいて、まあ、映像でね皆様にお伝えしてたくさんの方に来ていただけるように PR していきたいななんて思っております。はい、それでは行きましょう。もうお店はね市役所のすぐ近くなんですよ。この市役所の前の道をね降りていったらすぐらしいです。さあ、まあ、このねお店なんですけども、稽古おばちゃんとい う, もう名物おばちゃんがやってるお店ということで、もともとは蕎麦屋で修行されて、まあ、この松戸で蕎麦屋さんをオープンしたそうなんですが、なんとそのおばちゃんが絶品醤油ラーメンを開発してしまったということで、まあ、それがきっかけで今回このリニューアルオープンというものにつながったそうです。なんでもそのおばちゃんの甥っ子さんという方が海外カンボジアとか台湾でラーメン店を展開されている方らしく、その方がですねおばちゃんのラーメンを食べたらこれはぜひ広めるべきだということでこのリニューアル企画が立ち上がったそうです。なかなかねその醤油ラーメンもこうなんか見た目とかが結構尖ってるっていう風にプレスのリリースでは、書いてあったので、それは味もさることながらその見た目もね私非常に気になっております。さあということで今ね、市役所前の道降りてきましたけども、ここの、ここは交差点のすぐ あれやん店頭にお花がたくさん並んでいる諭吉そばの看板も出てます。オープンしたてのお店にこう入れてもらうっていうのも僕初めてだと思うんで、そこもなんかすごい楽しみ。また長年こうお店が続き地元で愛されていくだろうというお店のね第1号で足をね踏み入れることができるのは嬉しいっす。隣も麺屋さんなんだな、都並さん。お伺いするっていう話はしてるんで、撮影もねお願いしてるんで大丈夫かな。限定のメニューということでご用意いただいてるんですけども、オープンしたらこちらのですね券売機で各メニュー選んで食券を買っていただくというスタイルになるそうです。で
ここね、元が蕎麦屋さんということで、まあ、お蕎麦、うどんもそうなんですけど、まあ、そこにラーメン、新メニューが加わってというラインナップになっているそうです。あと僕がね、さっき気になったカレー、これはまた蕎麦屋さんのカレーということだと思うので、また味わいがね、普段と違うと思うんですけど、これ天ぷら系のね、出たんですよ。やっぱ蕎麦にこう、寿司がまたいいんですよね。カツとかもある。で、これが、まあ、定番のお蕎麦。牛肉蕎麦気になる。あとご飯系もあるそうです。まあ、カレーもそうだけど、あとおにぎり。これもいいね。お蕎麦とおにぎり加えたら最高ですよね。あとトッピング、卵とか、あと明太とかもあるので。さあ、それではいよいよ本日のお目当て、黄金バランスの切れ醤油ラーメン、ご対面でございます。来ました。さあ、見た目はですね、豪快にシンプル、無駄を削ぎ落として作られたというのが伝わりますね。もともとはまかない飯として作っていたものをベースに開発されたということで、この親しみやすさというのもそこから伝わってきます。麺の太さ、厚みも独特なので、すするのが今から楽しみです。ほぼ同着でミニカレーも来ました。このルーの色味もね、出汁が効いてるのが伝わって楽しみ。まずはスープから。ファーストアタックがこれまで味わったことがないくらいストレートに醤油の味わいが伝わってきます。しかし後味がめちゃくちゃすっきりしてて、親しみやすさの中にも上品さがうかがえます。それでは麺すすっていきましょう。いわゆる中太麺くらいの太さかと思いますが、平打ち麺のような形状も相まって、太麺にも勝るボリュームを感じます。すすり口も非常に滑らかで、食感もグッドです。あとお気に入りポイントとしては、細切れのメンマ。ラーメンでここまで細いのはなかなか見ないと思うんですが、コリッコリの食感がまた癖になります。はい、それでは続いてカレーいってみましょう。この柔らかいルーの色味、最高ですね。お蕎麦屋さんのカレーならではの出汁の旨味を味わえますが、その中に家庭のカレーのような甘みや旨味も感じられて、非常にほっこりとした気持ちになります。はい、ということで今回ですね、リニューアルオープンした諭吉そばさんのですね、絶品中華そばとカレーを堪能させていただきました。うまい。お蕎麦屋さんが出すラーメンにはちょっと思えないような本格派、個性のあるラーメンで、これは確かにね、ちょっと商品化しようってね、意気込んだのもね、よくわかる味わいでございました。もう松戸市役所から歩いてすぐでございますし、まあ、蕎麦屋さんとしてはね、もうここでもう10年がやってらっしゃるお店なので、ご存知の方も多いと思うんですけども、ぜひぜひ新メニューの方も味わいに足を運んでみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ動画への高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。